これ GPS で、まあ、引っかかっても一旦バックをしてちょっと方向転換をして行けるところを探して今進めます。はい、皆さんこんにちは。兵庫県丹波市の農家、丹波カラフルファームの健太です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、アイガモロボという除草機のデモ機が来ましたので、その様子を見に来ました。このアイガモロボは、また今後伊関さんから発売される予定になっているもので、現在開発中ということで、丹波市は有機米を作ってる方がたくさんおられますので、そこの中の有機米、丹波氷上有機米研究会さんの方にデモ機の方が来ました。で、今年また、使ってみて、まあ、それの情報をフィードバックして、また開発をして、また、まあ、来年ぐらいに発売されるのか、そこはまた伊関さんのホームページ等でプレス発表がされてると思いますので、そちらの方をご覧ください。それでは実際に見に行ってみましょう。はい、これが、組み立ての様子です。緑の部分が浮力となって、白いところがスクリューが動くことで稼働します。ソーラーパネルで蓄電をして、その電力をもとに動力として動いていきます。ですので、充電とかは必要のない機械となっております。はい。これがアイガモロボで、1人で持てます。おおよそ12キロ。で、牛、1人で行きますね。GPS で、まあ、引っかかっても一旦バックをして、ちょっと方向転換をして行けるところを探して今進めます。これ見てもらったように苗の上を行ってます。決して泥をかき分けているのではなくて、泥を発生させているような感じですね。非常にゆっくり。はい、このアイガモロボは除草機というよりも浴槽ですね。草が生えないようにこの表面の泥をかき上げて濁らす、常に田んぼを濁らすことによって草が発芽しにくい、もしくは芽が切ってもそこの表面をかき分けることによって草を浴槽を抑え込むということですね。除草ではなく浴槽の機械となっております。これ水深は深さ 2,3 センチいるということです。水深が浅くなると勝手にそこでルンバが迷走するようにそこで止まってしまいます。アゼを感知したら GPS で感知するはず。お、方向変えた。うわ、勝手に回りよんなこれ。あ、これ GPS でこれ田んぼの位置情報を把握して自分で方向転換してますね。大したもんやね。うちんとこにも働きに来いよ。これ四隅バックしたりして、そんなことはないか。にこの機械をまあチャポーンとつけて3週間この機械を入れっぱなしというか置きっぱなしですね。動力はソーラーパネルなので何も電源不要で勝手に動いて、夜は勝手に止まって太陽が出たらまた勝手に動くということ。
これを3週間繰り返しますと、浴槽効果によって初期の除草ができるという機会になっております。まあ、3週間を超えると今度稲の方がもう成長して分裂が始まりますので、それは引き上げて、くださいというふうなことでした。まあ今度初期除草で、まあ、これを考え方としては1回ずっと田んぼ行くようになったら次の田んぼというふうな考えも示すことを考えることはあると思いますが、そういうものではなくて3週間ずっとまあルンバのようにこの田んぼの表面をうろうろしてもらうというふうな感じ。まあアイガモとほとんど働きは一緒で、アイガモも実はそのアイガモがピッと生えてきた草を食べてるんではなくて、餌を求めてうろうろ動き回ってる時に浴槽効果があるので草が生えないという理屈なので、それでまあこのその理屈と同じということでアイガモロボという名前がついております。はい、こうやって途中で止まるパターンもあるようです。まあ一つ考えられるのは、今日は曇天なので太陽光の電池が足りない場合は止まるということと、あとこの水が浅い場合ですね、 2センチとかそういう場合は引っかかる場合があるようです。まあこの後の対処はちょっと、今は多分ソーラーが足りひん感じかな。この多分点滅の色とかによってわかるんかなと思います。はい、それではアイガモロボのデモ機の様子を見てきました。うちの方も有機米の方は作っていく予定になってます。まあなかなか浴槽効果これから見ていくんですが、機械としては面白いなと思います。まあ、丹波には4台ほど導入されますので、どうしてもねこのロボットを入れる時期ですね、時期がそれぞれの雑草の生える時期との関係もあるようなので、その地域に合ったこう導入時期みたいなのもあるようなので、まあ、このモデル補助の様子を見ながらまた検討もしていきたいと思います。それにしてもね、GPS 機能がすごいですね。これからの、スマート農業というふうに言われてますが、この辺は体感した感じになります。まあうちもしっかりと有機米も作っていくようにしていきたいと思いますので、また今後ともよろしくお願いします。それではね、バイバーイ。なんか名前つけてあげた方がいいんじゃないですか、これこいつにコバッチ、コバッチ1号頑張れ、コバッチ1号しっかり働け、コバッチ1号。